泉中央駅は、宮城県仙台市泉区泉中央一丁目にある、仙台市地下鉄南北線の駅である。駅番号は、N01。泉中央副都心の中心駅として機能しており、駅ビルは7北田川北岸の貸し段旧地形を巧みに利用した、ペデストリアンデッキ及び歩行者専用道路で周辺と、つながる。南北線北端のターミナル駅となっており、 バスプールタクシープールを併設し、パークアンドライドが推進され、キスアンドライド用の停車帯も設置されている。駅ビルは、駅施設とテナント会とが分離されており、駅内から駅ビルへ向かうためには一度ビル街へ出る必要がある。駅付近は7北田川北岸の貸し段球に一致しているため、北側から南側にかけて下り坂となっており、駅北端と駅南端では、 1> 約1から2階層分ほど高さが異なっている。ホーム島式ホーム1面2線を有する地下駅である。ホームは地下1階、コンコースは1階にある。東側に留置線が設けられている。高等大観区駅管轄。南改札前にファミリーマート泉中央駅店、北改札に定期券発売所がある。当駅に到着した列車は、そのまま折り返し富沢駅となる。 泉区役所と泉中央公園との間の道路上にはキスアンドライド用の車寄せがある。仙台市泉中央駅前駐車場から見たバスプールと周辺の養成駅周辺には泉中央駅バスプールと泉中央駅北口バス停留所が設置されているが、泉中央駅北口は仙台市 A バスと宮城交通の交車専用ポールが設けられているのみであり、 ここからの乗車はできない。泉中央駅の乗り場は以下の通り、ありがとうございます。